今日の昼飯怪力屋の背脂卵かけ混ぜそば。どうも、須磨勇気です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ160です。なんだっけこの花、なんかすげえ咲き乱れている、地元にいた時はですね、家の前にこれ生えてて名前覚えてたんですけど、なんか言えなくなること多いですね。多分カブトムシとか電車とかなんかそういうのも多分今全然出てこないんだと思うんですけどね。虫博士とか言われたもんですけど、まあ人は生きてると自分の思ってたのと全然違う人生を歩むことになるのだなあという感じです。という感想でした。今日は雨なんで、家の中でできることしようと思います。ではデイ160でした。